国光は、西洋リンゴの品種名である。アメリカ合衆国バージニア州原産で、日本への導入年は1868年1871年の2節がある。日本では明治、大正、昭和の約100年間にわたって、リンゴ生産の基幹品種として、公玉と共に広く栽培された。その後、価格の暴落と品種の更新などが要因となって、 主力品種の座から降りた。国光は、富士、恵みなどの後輩親である。国光は、アメリカ合衆国バージニア州の原産で、起源については次のような話が伝えられている。第三代アメリカ合衆国大統領を務めた、トーマス・ジェファーソンは、フランス大使のエドモンシャルル・ジュネから、リンゴの枝を入手した。ジェファーソンはその枝を、バージニア州アマースト郡のカレブロールズ果樹園に、 託して、栽培と普及を図った。18世紀の後半までにこのリンゴは、ロールズ・ジュネの名称で多く栽培されるようになり、やがて名称も英語化されて、ロールズ・ジャネットやロールズ・ジェネットなどとも呼ばれるようになった。ロールズ・ジャネットが日本に導入されたのは、1868年、あるいは1871年の2説がある。この時、 アメリカ合衆国から導入されたリンゴは75品種を数え、ロールス・ジャネット、国光の他には、ジョナサン、スミス・ズ・サイダー、ベンディビスなど、あとの有力品種が含まれていた。導入当初のロールス・ジャネットという名称では普及せず、栽培地域によって、49号、万世市、雪の下、木印などまちまちな地方名称で呼ばれて、混乱していた。 1894年5月に仙台で第一回リンゴ名称選定協議会が開催されたがその結果を不満として津軽地方の代表は会から脱退した津軽地方では同年6月に独自に津軽地方リンゴ名称一定会を開催し名称の統一は先延ばしされた名称の統一が実現したのは1900年でこの時に 国光という名称に統一された。この名は前年に行われた皇太子、吉人新王と九条節子成婚の刑事にあやかったものだった。この品種は原産地のアメリカ合衆国では主要品種になったことがなくヨーロッパでも知名度は低いという。国光は日本の気候風土に適した品種で、とりわけ青森県津軽地方は一大産地として巧妙であった。 長期の保存に耐え、食味も良い国光は、明治時代における青森県のリンゴ7大品種の筆頭格であった。下に示す表は1911年の青森県産リンゴ品種別統計で、国光は樹脂構成比の半分弱を占めていた。その後も栽培面積は増えて、1940年の統計では、 青森県のリンゴ栽培面積の47.28%がこの品種の畑であった。第二次世界大戦前から戦後の1950年代にかけて国光と鉱玉は二大人気品種であった。最盛期には青森県のリンゴ全生産量中、国光の占める割合が6割にも達していた。1963年のバナナの輸入自由化が始まり、 日本国内産のリンゴは工玉を中心に価格が下落した。1968年から1969年には、みかんやバナナなどに押されて国秘密、工玉の価格が暴落を続け、収穫したリンゴは輸送の箱代さえ出ないありさまだったため、やむなく野原や河川に投棄するリンゴ生産者さえいた。この暴落によって、リンゴ生産者たちはデリシャス系を経て、 富士への品種更新を急ぎ、国光と工玉は主要品種の座から降りた。工玉は調理用や加工用としてその価値と個性が見直されて栽培が続けられているが、国光は富士の人気に押されて市場から姿を消した。一大産地であった青森県でも、道の駅での販売やインターネット通信販売など、入手方法は限定されている。現存している国光の木は、 数少ないが、青森県庁には校内に、リンゴ園があって、2014年の時点では、富士2本と、津軽、大林、国光、紅玉、大鈴、千雪、生の金花の7品種、各1本の合計9本が植栽されている。黒石にある、地方独立行政法人青森県、産業技術センターリンゴ研究所には、1901年に、 採植されたという国光古木の集団が残る。この古木集団は1931年から季ごとの着火数や収穫量などを調査し記録され続けている。広崎市は1965年、昭和40年、季節ごとにリンゴと親しむことなどを目的として、広崎市リンゴ公園を開園した。公園の敷地面積5.2ヘクタール中。 リンゴ園の面積が2.46ヘクタールを占める。リンゴ園にはかつて日本で広く栽培されていたワリンゴのほか、本記事中の起源と日本での栽培施設で取り上げた国蜜をはじめとした明治時代の7大品種が植栽されていて、その形態などを観察することが可能である。長野県にも千曲市に推定の樹齢120年以上の国蜜の木が生育していて、 1994年に長野県内最古の栽培リンゴ樹として選挙区市の天然記念物に指定された。国光は裁判聖書であり、収穫時期は10月下旬からで翌年の6月頃まで貯蔵可能である。豊か産生の上に長期保存可能で品質良好なリンゴであるが、4月以降の貯蔵は冷蔵が必須であって、常温保存下では果肉が粉質となって劣化する。 果実の形状は、円形、円水形、または鈍円水型と形容され、1個あたりの重量は、約150から200グラムで、中等大である。下皮は、黄緑色の地肌に、暗光色の細い島が現れ、花粉が多く、肺褐色の小斑点が見られる。果実の色付きは弱く、軟着色品種に分類される。花工は短く、工窪は、広く深い。 果肉は緻密で単鉱色、白色に青みを提示、果汁はやや少なく歯応えは硬くて、甘みと酸味のバランスがよく好奇もある。木の樹勢は強健で、開調性に富む樹脂のために、樹幹はしばしば平面的になる。発育枝の発生は多く、若木の枝や小は生育旺盛だが、森かきになると生育の速度は落ちる。開花の時期は主要なリンゴの品種中では、 最も遅く、富士よりも約5日遅くなる。収穫期も裁判聖種のため満開後175から180日かかり、年によっては11月の中下旬までずれ込んで、収穫前に降雪に遭うことがあるため、青森県では雪の下という地方名称で呼んでいた。裁判聖種であるため、北海道など寒冷地には不向きの品種であり、 水はけの悪い場所や酸性土壌などでは、荒川病にかかりやすいという欠点がある。AB1868 年は、厳密には、天保歴で、慶応3年12月7日、慶応4年9月7日、明治元年9月8日から11月18日の間である。AB、原色果実図鑑と、日本、果物四年表は18年、1868年説。 青森県のリンゴ市販の品種とリンゴの話題と、果樹全書リンゴは1871年節を取っている。この時には、リンゴの品種、宿も、まちまちな地方名称を配して、宿という名称に統一されている。公玉についても、同様に、6号、35号、先生、マ万古、千成なりなどの地方名称を配して、公玉となった。 星野金華は1970年、富士にあおり3号という品種を荒廃してその未生から選抜した品種で、2004年にあおり15として登録され、2005年2月に星野金華という商標名が発表された品種である。旧名称は青森県林檎試験場といい、2009年の地方独立行政法人青森県。 産業技術センター発足に伴って、リンゴ研究所と解消した。荒川病は樹皮の表面に発疹のような小さな突起が発生し、次第に、ひび割れや年輪状の亀裂になったり、表層に陥没が見られるなどの症状が見られ、鼻裂しい場合には、気全体の腰に至るものである。ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWX 杉山79から80ページ ABCDEFGHIJKLMNOP 杉山薫杉山陽、国光青い森の片隅から2014年12月20日閲覧 ABC 梶浦91から92ページ ABCDEFGHIJ 久保12ページ ABC カジュゼンショリンゴ、24ページ。A.B. クレートン・リー・カルフン、オールド・サザン・アップルズ、A. コンプリヘンシブ・ヒストリーディスクリプション・オブ・バラエティーズ。Google Books。2014年12月20日閲覧。A.B.C. サイト、75から87ページ。A.B. カジューラ、123から124ページ。A.B. クボ、26ページ。 ABCDE 杉山、182から184ページ。ABCDEFGHIJK、果樹全書林檎、104から105ページ。AB 小泉、99から113ページ。ABC 杉山、67から68ページ。石原明、昔懐かしのリンゴ、国光オネットで。アドバイザーリーボード。 2014年12月20日閲覧。杉山、170から172ページ。杉山香る杉山陽青森県庁校内林保園と記念碑。青い森の片隅から。2014年12月20日閲覧。AB 杉山、175から176ページ。杉山香る杉山陽国光の古木集団。青い森の片隅から。 2014年12月20日閲覧。ABC リンゴの栽培地の主な見どころ。一般社団法人青森県リンゴ対策協議会。2014年12月31日閲覧。広崎市リンゴ公園。広崎市リンゴ公園。2014年12月31日閲覧。AB リンゴ生産園。広崎市リンゴ公園。 2014年12月31日へ閲覧。新州の文化財。中原の林国密原木。公益財団法人82文化財団。2014年12月31日へ閲覧。中原の林国密原木。千曲市。2014年12月31日へ閲覧。AB、果樹前処林九96から97ページ。ABC 国、国密。 雪の下、リンゴ大学、2014年12月31日閲覧、小泉、64から76ページ、果樹前書リンゴ、357ページ、久保、14ページ、藤崎町役場企画財政課企画係、リンゴ、富士発祥の地、青森県藤崎町ホームページ、2014年12月20日閲覧、久保、15ページ、 杉山147ページ。ABC 久保17ページ。ABC 久保18ページ。ありがとうございます。